こんにちは、アミチクラボのゆみです。今日は、今までもたくさんリクエストをいただいていたフットカバーの編み方を紹介したいと思います。デザインとしては、スニーカーとかローファーのようなある程度甲がある靴を履くとき用のフットカバーになります。パンプス用のものではないです。でフットカバーで気になるところといえば、なんといっても脱げやすいことだと思うんですよね。この靴の中にこう入ってきちゃったりとか、靴を脱ぐときに一緒に脱げちゃったりとか、でその点を少しでもよくできたらと思って、いろいろ試して改良してできたものになります。で最初作ったものと比べると格段に進化したとは思うんですが、そうは言っても市販のよく伸びる生地で作られたフットカバーより脱げないかと言われたら、さすがにそんなことはなくって、あくまでもソックヤーンでフットカバーを編みたいという人のためのフットカバーです。絶対に脱げないフットカバーを、探しているっていう方は、市販品でご自身に合うものを探された方が効率がいいと思います。この動画は各工程ごとに左上のここに見出しをつけています。でその見出しごとに、動画を目次設定しています。目次は動画の概要欄にありますので、続きを見るときにご利用ください。また、いいねボタンを押していただくと自動的にご自身の再生リストに追加されて、後から動画を探す手間が省けるので、よかったらいいねボタンもお願いします。では早速材料の紹介から始めたいと思います。今回使ったのはこのレギアのトッティフルッティというシリーズの、スイカの色になります。この糸については、前回紹介動画を作っているのでこちらをご参照ください。1足で 30g ほど糸を使ったので、1玉あれば3足ぐらい編める計算になります。次に使用した道具です。針は 80cm の輪針と15センチの短針を使用しました。太さは1号程度のものを使っています。輪針1本でも編めないことはないんですが、最後にこの履き口をアイコードっていう編み方で編むんですけど、その時にこういう短い針があると便利だと思います。その他に使ったのは、ほつれ止め。普段セーターとか編むときにこの両開きほつれ止めが便利でおすすめですよってよく紹介してるんですけど、ちょっと今回はこれだと太すぎて針と比べてねだいぶ太いので、ちょっとこれだと編み地がきつくて入らなかったので、今回はこういうタイプのもので対応しています。もしほつれ止めがない方はこの短針で目を休めておいて、両サイドにキャップをつけておくとか、そういう方法もできると思うので、または滑りのいいコットン糸なんかを、目に通して休めておくっていう方法もあるので、お手持ちの道具を使って編んでみてください。あとはマーカーですね。5、6個あれば大丈夫です。そして、糸を切るためのハサミととじ針を使用します。それと今回、仕上げのですね、かかとにこういう感じの滑り止めのゴムをつけています。これがあるとだいぶ脱げにくくなるので、Amazon で買ってみました。製品名はニュースベラナインです。ちょっと他では、通販でしか見つけられなかったので、一応 Amazon のリンクを概要欄の方に貼っておきますね。なくてもいいんですけど、あると断然、脱げにくくなると思います。このフットカバーのダウンロードパターンをストア JP の方で販売しています。文章によるパターンと、ご自身のゲージに合わせて赤ちゃんサイズから30センチまで作りたいサイズに、計算ができる計算表のセットになっています。ご希望の方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご利用ください。ゲージについてなんですが、ちょっとこの形だと10センチ四方でゲージを取るっていうのは難しいんですけど、取れるところは10センチで、取れないところはまあ5センチを2倍にして考えたときに、
今回はちょっとね、いつもよりもゲージが縦に詰まったゲージになりました。10センチの中に、32目の、50段になりました。で、本当はあの普段のゲージと同じぐらいに近づけるように針を変えたりとかしようかなとも思ったんですが、普段私の動画を見てくれている方が結局また別の針用意しなきゃいけなくなるかなと思ったので、あえて、この糸の特徴でもあると思うんですけど、この伸縮性が縦ゲージが詰まることに影響してると思うので、この糸を使って、普段使っている道具で編んだゲージそのままで、今回は編んでいます。で、やっぱり糸によってゲージがだいぶ違って、今回のこのフットカバーは普段の靴下以上にサイズ感がとってもシビアな感じに、シビアだと思うので、ダウンロードパターンの計算表を使っていただくか、このゲージに合うように編んでいただく必要があるかなと思います。難易度についてですが、このフットカバーでは表編み、裏編み、ねじり増し目、滑り目、浮き目、ラップ&ターン、編み付けるアイコード、アイコードバインドオフ、メディアス剥ぎが出てきます。全工程を動画で解説していますが、初めて靴下を編むことに挑戦するという方には少し難しく感じるかもしれません。棒針編み自体が初めてという方はネックウォーマーなどから、棒針は慣れてきたけど靴下は初めてという方は、以前作った私の靴下か、ショートローのかかとの編み方で、片足だけでもいいので一つ靴下を編んでみてから挑戦するのがおすすめです。それでは早速編んでいきたいと思います。まず最初は80センチの輪針で編んでいきます。今回は US1.5号 2.5mm のものを使っています。だいたい1号ぐらい、日本のサイズだと1号ぐらいのサイズです。まず糸端は糸処理分を10センチぐらい、10センチから15センチぐらい残して結んで輪を作ります。針に通して引き締めて、針を2本揃えて針先を右側に向けて、糸のついている針が下側に来るようにこのように持ちます。そしたら糸玉につながった糸を持って、手前から向こうに向けて糸を巻いていきます。で、ターキッシュキャストオンという作り目で始めるんですが、今回は10目作ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回巻きました。10回巻いたら、下の針の手前を通って、2本の針の間に向こう側に糸を出します。ここから1段目を編んでいきます。下の針をぎゅーっと引っ張ってきて右手で持ちます。そして糸玉にかかっている糸を左手の人差し指にかけてこのように持ちます。そしたらこの針とコードの間にかかっている目をこのような向きで針を入れて糸をかけて引き出していきます。次の目も同じように針とコードの間の目にこの目に針を付け合わせるように入れてこの向きで1段編みます。1段目だけちょっと針の向きが違うんですけど、2段目以降は通常の表編みの向きで編んでいく形になります。10目編めたら左の針は一度離して、でコードを引いてあげると左の針がギュッとこっちに近づいてくると思います。そしたらこの状態で針を180度向きを変えます。そして左の針、さっき左で持っていた針を中に入れようとするとちょっときつくて入らないので、右の針、右手で持ってた針をミューンと出してきます。左側の針を編み地にこのように入れてあげます。右手で持っていた針をまた右手で持ちます。ずっと針は同じ針を同じ手で持つっていうのを覚えておいてください。端っこにこの結んだ目がくっついているので、これはそのまま針から外してほどきます。そしたら
残りの10目かかっているので、これをさっきと同じ方向、同じように編みます。そしたら先ほどと同じようにコードを引いて180度編み地を返して、下側に来た右の針を出してから左の針を編み地に入れる。これで1段目が編めました。次2段目です。2段目から増し目をしていきます。ここからは通常の表編みの向きで編んでいきます。まず表編みを1目編みます。そしたら次の目との間に渡っているこの糸、これを左針にかけて針を突き合わせるように入れて、この向きで表編みをします。これで1目増やしました。そしたら残り1目になるまで表編みをします。そして残り1目になったところで、この今編んだ目との間に渡っているこのシンカーループを今度はさっきと逆向きに左の針にかけます。そしてこれを表編みしたいんですけど、ちょっとねここ編みづらいんですよ。少しここをギュッと手前に引いておいて、後ろから左の中指で押さえるようにしておくと手前から針を入れやすいかなと思います。そして表編みします。で残った1目を表編み、これで2目増えて片側12目になっています。そしたら反対側後半も同じように2目増し目をして編みます。表編みを1目編んでシンカーループを左針にかけてねじり増し目をします。残り1目になるまで表編み。残り1目になったら手前の目との間のシンカーループを左針にかけて表編みをする、ねじり増し目をして1目増やします。で最後の1目を表編みです、はい、これで2段目が編めました。3段目は、増し目をせずにすべて表編みです。で4段目は2段目と同じです。1目編んでからねじり増し目を1回、そして残り1目まで表編み。で残り1目になったら今度反対向きのねじり増し目。最後の1目を表編み。反対側も同様です。でこのように増し目をする段と、全て表編みの段を交互に繰り返して全部で16段編みます。で計算表の方ではつま先段数っていうところの数字の段になるまで続けてください。16段編んだところです。今針には片面26目1周52目かかっています。そしたらここから増し目なしで、輪編みでぐるぐると編んでいきます。で今回は25段編みます。輪編みで25段編んだところです。で、今これゲージ通りに編めていれば、だいたい 8.3 センチぐらいになっているはずです。
もしこの段階で、ゲージがこう大幅に違って長さが全然違うという場合は、このままあの同じように編み進めても、ジャストサイズのフットカバーはできないと思います。で、計算表を持っている方は、ゲージのところをこれ5センチだったら取れると思うので5センチで測って、それを2倍にしたもので、10センチに何段入っているかっていうのをきちんと確認して、数字を訂正してください。で、幅の方はもうちょっとここからじゃ変えられないんですけど、この長さに関しては今からでも、ゲージを変えてある程度調節できるので、計算表をお持ちの方はそのようにしてください。ではここから、甲の目を休ませて、往復編みをしていきます。まず表編みを3回します。3目編みます。そしたら印を1つ入れます。そしてここから20目表編みをします。計算表の中で甲休み目というところの項目の数値になります。そうすると、3目残ると思います。そしたらまた印を入れて残りの3目を表編みします。後半はすべて表編みです。1段目を編みながらマーカーを入れました。そしたら、次に2段目を編んでいくんですが、この時にちょっと、ここからはですね、この最初の印を編み始めとして往復編みをしていくので、その準備をします。まず3目表編みをしておきます。そしたらこの、今入っていたこの、1つ目の印から2つ目の印までの20目をほつれ止めに移します。20目移しました。そしたらこのもう一つの印も外して大丈夫です。そしてこの印の後ろの3目、これをこの足の裏側に持ってきます。そして編み始め側の3目も後ろ側に持っていきます。で、両サイドの3目が後ろ側に移った形になります。そしたらここから往復編みで編んでいきます。で、次の段を2段目と考えます。で、今これ裏側が20目休ませていて、この針には32目かかった状態です。そしたら最初の1目を、糸を手前に倒した滑り目、浮き目って言うんですけど、浮き目を1目、そして残りの目をすべて裏編みしていきます。そしたら編み地を返します。次3段目です。最初の1目を滑り目してから残りの目を表編み、このように最初の1目を滑らせて残りを表編み、裏から編む段は裏編みっていうのを交互に繰り返していきます。今これが3段目と数えて全部で28段編みます。計算表をお持ちの方は往復編み段数のところを参照してください。